柏レイソルのうまいパス回し、チャンスを伺います。やれやれ、ファイオ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 ファイ、エースストライカーだ。これがポルトガルで習った俺の技術。厳しかったよ、日本語も通じないしね。でも俺はやって帰ってきた。寄せが早い。武藤勇樹、なにこれ、ちょっと待って、アスった、ああ終わった、ああやばいやばい、アスった、あやばい、アスった、俺完全にアキレス腱切れたわ、あやばい、アキレス腱切れた、やばい、血出てる、ちょっと助けて、なんで誰も助けてくんない、おい安西先生、アメリカで僕は一人です。ここはディフェンダーが読んでいました。パスを出しても、ここで同点ゴールが取りました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。クエスが、おい監督変えてくれよ、ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開も監督変えてくれ、なぜ変えてくれないんだ監督。クリスティアーノ、安西先生、アメリカで僕は一人です。10分でこれは相当いいでしょう。先発で使えや。10分で5キロ走ってる。だから、10分で5キロ走ってるってことは、緩急で40キロ。だからもうマラソンぐらい走ってるし、俺。マラソンやろっかな、若いし、まだ。時速何キロ？時速30キロってこと？だってさ、6倍、単純に6かけてさ、俺時速30キロ走ってんだよ。どうそれ？